どうも、ラオチンです。テンスラーやっていきます。よろしくお願いします。さあ、全クリをしまして、全クリ後のサブクエをすべて終わらせました。で、メインクエストがね、出てるんですよ。とりあえず、ここ行ってみようと思います。どんな感じでしょうか。お？新しいエリアが開放されました。メモリーアーティファクト。っていうのが解放されましたね。あー、なるほど。ボスたちと戦っていけるやつか。ボスラッシュみたいなやつじゃないですか。標的を発見しました。これ一番最初のやつだもん。で、強さはどうなんだろうね。もちろん、今の俺たちの強さぐらいの難易度にはなってますね。オッケー。これ難易度が低かったら面白みないよなと思ったんですけど、オッケー。これだったら全然痛い。大丈夫ですね。オッケー。おい、やっぱ3人来るとめんどくせえ。当たらんね。当たってる。負けられんな。いい感じ。白を倒した。で、シュナもこれで倒せそう。よし、一人にしよう。マジで OK。 あとベニマルだけ。OK、 あとちょい倒せるんじゃない。はい、まあ、うん、無駄だよ。そこそこ強くはなってるけども、全然余裕で勝てるぐらいはありますね。あー、こんな感じ。なるほどね。はい、なるほど。で、敵と先盛りね。はい、倒したらどんどん出ていくってわけか。ここが多分一番強いんだろうな。なるほど、ボスラッシュじゃなくて、まあ今まで戦ったボスたちと再戦できるって。いや、こんなにボスいたっけ。え、こんなボスいた。いや、まあ分かんないですけども、ボスがまあこんだけいるんでしょう。いや、これ広げるのは結構時間かかりそうですね。3時間ぐらいあればいけるかな。はい。まあ、とりあえず、全クリしまして、ボスと戦えるようになりました。多分、これね、難しいと思う。まあ、これ、ちょっとぼちぼちやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。